持ってるアイテムが違う。本当ですね。さあ、それではすごい人気ですね。ありがとうございます。いや素晴らしい。今年もちょっと期待が待ってますけれども、はい、今年のテーマ早速教えてください。はい、今年のテーマはそうですね、晴れ日和と言いまして、うん、祭りの一日を描いた演目となっております。祭りの一日を、はい、だから祭りの一日をこの演舞で体験できちゃう。はい、そうです。お得全部詰め込んであるんで、え、4分ぐらいの中に、はい、4分ぐらいの中にもうお祭りの屋台の感じだったり、はい、道だけ花火の感じだったり、はい、高知のその花火今年ちょっと延期になって、うん、今日多分ないじゃないですか、うんうん、まあ、これ見ればもうそれも全部もう詰まってるんで、マジで、もう東京花火が、まあ、高知の納涼、まあの花火大会はちょっと延期になっちゃったけど、うんうん、まあ、今日の分打ち上げちゃおうかな。お得、お得なチーム。ね、このチームの、まあ、一番の魅力、どんなチームかね、顔面芸人たち中に咲きまして、どんなチームですか。そのあたりもちょっとあるんですけど、はい、そうですね、やっぱり一番は、まあ、鳴子の音を重視してるかなというふうに思うので、鳴子の音、はい、音もぜひ注目してほしいなと思います。わかりました。これ注目しながら、はい、はい、見ていきたいと思います。それでは東京花火さん、よろしくお願いします。それでは見ていきましょうか。今年度の演舞、晴れ日和です。祭りの一日を描いた演舞となっております。どうぞよろしくお願いします。Yeah.
ありがとうございました。東京花火さんでございました。